富士電子工業の加工設備を紹介します。対象ワークは主にボールネジなどの長尺ワークで、最長6メートルまで焼き入れ可能です。この設備は3つの特徴があります。まず1つ目は横型で設備がコンパクトな点です。コイルと整合部が横移動しますので、ワーク長さプラスアルファの設備サイズで済みます。コイル固定ワーク移動タイプの装置だと、単純にワーク長さの2倍のスペースが必要になってしまいますよね。2つ目はコイルです。弊社では一般的な丸コイルとは異なり、 CG のような軸方向に電流を流す形状のコイルを製作しています。丸コイルだと円周方向に電流が流れるので、山部ばかり加熱されて、特にボール径が大きいワークの場合、溝部に焼きが入りにくいデメリットがあります。3つ目は冷却方法です。加熱ばかりを最重要視されているお客様が多いのですが、実はいかに均一に冷却するかがリードピッチや歪みに大きく影響しています。縦移動だとどうしても下方部ばかりが過冷却になってしまいますが、横移動であれば必要箇所にのみ適量で冷却するというコントロールができます。その結果、ボールネジの山部と溝部を均熱・均冷することができ、このようなコードムラのない均一な焼き入れ効果層を作ることができます。